こんにちは、札幌占い美容室早任せの後藤です。今回セルフカラーで染めたいと思うんですけど、履歴が、ブリーチを1回で毛先が2回入ってるんですよね。で、今これすごいツートンになってるんですけど、これ前回の、ピンク系のカラー入れたのがちょっと残ってるのと、あとアンダーが上がってないっていう部分ですね。結構オレンジですよね。で、ここは2回抜いてるんですけど、毛先結構いっちゃってる感じです。こういう時にホームカラーする時、そのままブリーチ塗っちゃうと思うんですけど、毛先めちゃめちゃ傷んじゃうんですよ。そうすると毛先がちぎれてしまう。で、せっかくホワイト系のカラー作っても結局毛先が傷んじゃったら、デザイン的に意味がなくなる、パサついちゃって、アイロンかけないとダメな状態になっちゃうんで、じゃあどうするのかっていう部分ですね。そこのケアの方法をちょっとやっていきたいと思います。まず僕やるのは、これうちから出てるヘアリーのムササビバームオイルっていうのがあるんですけど、これをちょっと取ってもらって、もうこれ以上抜かなくていいよっていう部分ですね。毛先のところに、バームオイルをつけていきます。バームだけだとちょっと浸透しづらいんで、このバームオイルがちょうどいいかなと。オーガニックなスタイリング剤なんですけれども、まあ、結構僕処理剤とか毛先がビビりそうな時とか、毛先1センチにパーマの時つけたりも、毛先1センチにつけたりするんですけど、このような感じで、ちょっとブリーチのところにカバリングします。先にちょっと溶かしてしっかり馴染んでるかどうかですね。あんまり根元の方やっちゃうと、で、あんまり抜けてないところとかはやるとそこ抜けなくなっちゃうんで、このバームオイル使えるのが結構こういうとこですね。はい、で、ステム上げて、この辺とか結構もう毛先がやばいんで、バームオイルでカバーしていきます。僕結構抜けづらいんで、髪メラニン色素が結構濃くて抜けないんですよね。で、こんな感じにします。こういう、僕売ってるんですけど、ベストコームっていうのがちょっとありまして、ちょうどブリーチ用ってわけではないんですけど、結構ブリーチで使えるんですけど、ハケでここにつけます。で、リタッチのブリーチって難しくてなかなかできない。これこういう風にハケで、つけるんですよね。こういう感じでビーッとつけます。そして後ろの方からやってった方がいいんですけど、持ち上げて中間を塗っていきます。こういう感じですね。で、あまり根元の方から僕はやるの好きじゃない、根元ちょっと開けてるんですけど痛いんで、こういう風に、ベストコームでブリーチを滑らしていきます。このような感じで、あまりエッジ立てると薬取っちゃうので、エッジ立てない状態でこの塗りたいとこまでやって、倒します。なんで、手袋つけないでやっても特に大丈夫かなっていうんで手袋はしてません。で、ここをまた、上にやって、バームのところね、ちょっとカバーして根元のところをこんな感じに、で、コームに塗ります。これね、これ自宅でできたら美容室さんで何万円も払う必要がなくなっちゃうんですけど、でもね、美容室でやった方がブリーチ目に入ったりすると危ないんで、で、基本的にこのステムっていうんですけど、頭皮に対してこう引っ張って立っちゃった方がいいですね。はい、こういう風に。そうしないとちゃんとした位置できないので、あんまり厚く取っちゃうと、で、ちょっとバックにやんないと顔の方にね、落ちてきちゃうとかなり危険なので、ちょっと上を向いた状態で目を細めます。目細めないと結構危ないんで、で、こういう風にコームをスイングしながら塗っていきます。こんな感じに塗り進めていくと、セルフでもできるっちゃできるんですよね。頭皮に対して90度に持ち上げた状態でこのような感じにスイングさせると全体に行き渡ります。で、毛先のところブリッジつかないようにしてください。この中間のとこだけ染めたいんで、はい。で、カバーリングした理由としては、ついちゃうんで、こう倒した時とか、自分でやる場合ホイールとか使えないので、なかなかどうしてもそこついちゃっても大丈夫なようにオイルカバーしていくような感じですね。ちょっと顔周りは気をつけてください。はい、スイングさせて根元からスイングさせます。で、これコームで塗ることによって、これ根元がすごくプリンになりづらいんですよ。コームのこのコームのちょうど粗めがちょうどよくて、縦にこう筋が入る感じなんで、結構コントラストが出るんですよね。なので、あんまりこうきっちりパツって塗るっていう感じと違うんで、伸びてきた時も結構自然です。これね、普通のリングコームでやっちゃうと目が
なんていうかな、細かすぎてブリーチがたまらないんでできないんですよ。でこれベストコームちょうどいいのは、ちょうどいい幅が、ちょうどこのブリーチがたまってくれるのと、この筋が、縦筋が入ってくれるんで、結構僕は使ってます、営業では。カットもこれでやってるぐらいなんで、まあこういう感じにスイングさせます。これスイングって呼んでるんですけど、このようにコームスイングさせて塗っていきます。そうすると中間のところだけ塗ることが可能になります。そしたら今度後ろです。後ろちょっと難しいんですけど、ここはもうちょっと感覚になっちゃうんですが、リタッチ部分を塗ります。スイングさせることによって裏目も塗れますから。でこっちに倒しますね。でここはもうちょっと毛先ブリーチあんまなってないんで、そのままコームで溶かします。最後根元やったらそのまま上にシュッと一回溶かします。あんま根元からやると根元痛いんで、薄毛の原因とかにもなるんで、ちょっと気をつけてください。でこんな感じにやっていくと、根元のとこだけブリーチできるんで、結構ベタって根元塗っちゃうパターンもあるんですけど、デザインとして僕はあんまり好きじゃなくて。それで根元ここですね、こういう目立つところはちょっとスイング入れてあげて抜いてあげる、スイング入れて抜いてあげる、スイング入れて抜いてあげる。で顔周りとかこういう貴重なところは特に慎重にやった方がいいですね。こういう感じです。こんな感じでやれば、頭皮もつけてないんで全く痛くもなんともないという感じ。頭皮焼けちゃう方もいるんで、やっぱホワイトブリーチすると頭皮焼けます。でそこは炎症起きて梅雨が出て、後で病院通うことも結構僕も昔あったんですけど、なんで根元あんまりつけないでブリーチした方がどうせ伸びますし、いいかなと思います。まあね、短いショートでホワイトにしたい人とかはもう根元からやるしかないんですけど、それじゃない限りはちょっと根元外した方が、なんか根元からきっちりやらない方法でやってもいいのかなって気はしますけどね。はい、このような感じにしていくと、毛先のブロックのところがバームオイルで、ケアできてますの であとは、キャップをするだけという超簡単な感じです。で僕はこの状態で、ローラーボールとかめんどくさいん でブリーチ乾燥すると、ブリーチ力なくなっちゃうんで、まあ、固定服用のね、効率を良くするとしたら手拭く用のタオル1個置いといて、これをレンジで30秒チンします。電子レンジで、これ今チンした状態なんですけど、この状態めっちゃ熱いんですけどね、この状態で、バックから前に向かってこうします。そしてラップをしちゃいます。でブリーチは乾くとブリーチ力失うって言ったと思うんですけど、乾かないようにこうちょっと保湿するというか。そしたら自分でやるときもなんか違うことできるじゃないですか。ローラーボールで待たなくてもいいので、ブリーチのレシピなんですけど、こちらブリーチですね、アディクシーのハイブリーチで、これは皆さん真似しないでください。エタノールです。ちょっとだけ混ぜます。はい、理由は、言えません。なので、僕はやってますけど皆さんはやんないでください。これにオキシ2倍、固めにしたいんで僕は2倍で、エタノールちょっとだけ混ぜます。はい、今時間を置いてみたんですけど、これぐらい15分で経ってます。で、ちょっとコーミング入れた方がいいんで、ちょっとコーミングを入れておきます。で、シャンプーを通常通りしていくって感じです。で綺麗に結構根元側とつながって今抜けてるの分かるかなと思うんですけど、中間部分抜けて毛先の方はダメージそのまま進まないような感じにブロックできているので、この状態で流していきたいと思います。はい、根元の方こんな感じに抜けて、まあ、まだねちょっとオレンジみが残ってるんで、まあ実際まだね抜いた方がいいんですけど、まあめんどくさいんで、まあこれぐらいにします。まあ全然足りてないんですけどね、ブリーチは。はい、こんな感じで、で毛先の方はやる前と変わんない状態で、ちぎれたりとかも大丈夫な状態になってるんで、ムササビバームオイルつけることによってこういう風にケアできます。で今度オンから何していくかっていう部分なんですけど、まず毛先から塗るんですが、しっかりねまずタオルドライシャンプーしてしっかりタオルドライした状態で、このクリアをまず毛先にブロッキング入る、ブロッキングじゃないや、クリアをカバーリング入ります。でこのカラーミューズのホワイトを手で取って毛先に塗ります。色入っちゃいそうなところですね。で根元側にはつけないでほしいんですけど、この部分先に塗っちゃいます。ホワイト
結構たっぷり塗ります。いいでしょうか、こんな感じで。ホワイトの色がないカラーミューズですね、資生堂のカラーミューズ、はい、こんな感じで塗ります。はい、毛先全体につけていきます。で、根元のオレンジっぽいところを残しておいてください。ちょっと変な配合かもしれないですよね。あんまり一般の美容師はやんないと思うんですけど、こういう感じで。これ何を入ってるかっていうと、コレストンの10-91、パール系のグレーパールの色なんですけど、これと、バイオレット、カラーミューズバイオレット、あとオキシ、それを全部1対1でやります、分かりやすいように。で、このムササビ入れると染みる人とか染みなくなるんで、このムササビトリートメントを、このパウダーのやつですね、これ入れてるんですけど、これを 10% 全体に対して 10% ですね。これ今 60g あるので、6g 入れてます。っていうことで、よくわかんないカラー剤になってると思うんですけど、これで混ぜていきます。で、カラーミューズのバイオレットって結構アルカリ剤と混ぜると結構紫み結構飛ぶんで、結構いちいちで混ぜても問題ないです。はい、やると分かるんですけど、結構バイオレット飛んじゃうんですね、色が。で、時間経つとどん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 青くなってくるんですよ。なので紫こんな入れていいのかなって思うかもしれないですけど、全然問題はありません。むしろこれが入れないと紫が足りないですね。で、今ここにクリア剤がついてる状態で、また同様に、でこれ色変わってきたの分かりますかね、バイオレットの色だ。赤みがちょっと少ないですよね、このバイオレットが。ちょっと青みが強いバイオレットなので、結構こんだけ赤みが死んじゃいます、時間経つと。で、この状態に、先ほどと一緒なんですけど、ベストコーム使ってまた同様に塗っていきます。毛先の方を持ち上げた状態で根元から塗っていきます。このような感じですね。で、根元のところは手でなじませるので、とりあえず一回つけるって感じですね。まずつける、これでまたスイングさせながらつけていきます。で、根元のところついてないんですけど、後で手で揉み込むので、一気にやっちゃうとちょっと難しいんで、まずこれです。途中までつけます。ムササビ混ぜると結構染みないんで、カラー3回目のカラーとかで染みる方とかはムササビ入れると結構いいっす。はい、こんな感じに、まあ、トリートメント、アミノ酸のトリートメントなんですよね、ムササビが。で、こんな感じに。なんで、まあ塩基性カラーなのかカラーなのかよく分かんない状態なんですけど、なんか塩基性カラーだけだと、なんか色が発色がビビッとになって後で大変になるんで、ちょっとアルカリも混ぜてるような感じですかね。はい、ちょっと今日の調合は色が結構まだ赤みが残ってるんで、こういう調合にしております。で、手で今度は根元の方に揉み込んで、シャンプーするような感じです。揉み込んでいきます、こんな感じに。ここがポイントで、根元のところにちゃんとつけないと根元のところ染まんないんで、皆さん気をつけてください。で、時間を置いてから毛先に伸ばすような感じなんで、ちょっと足りないなと思うところはつけ足しで揉み込む。で、バックも根元を揉み込んでいきます。全然染みません、全く痛くない。で、こんな感じで。アルカリ剤をあまり使ってない理由としては、リフトあんましたくなくて、で、リフトしちゃうとこういう風に根元開けてる時に、中途半端に黒いとこ残すじゃないですか。そこがリフトしちゃうとそこが赤っぽくなっちゃうんですよね。で、その赤根元のそのちょこっとした黒に色を合わせようとすると、毛先の方が濃くなって色が入りすぎちゃうし、あんまりこうリフトさせたくないから、塩基性寄りのカラーみたいな感じに作るんですね。そうするとどうなるかっていうと、リフトしないんで塩基性寄りの感じになります。で、塩基性が塩基性ってこのカラーミューズですね、これがあんま強すぎると、今度なんかマニキュアやったみたいに結構ビビットに入って、後でもうどうしようもなくなっちゃうんで、結構そういう意味でカラーと、この塩基性カラーのなんか融合でうまくこう僕はやってるんですけど、こんな感じで。まあ皆さんよろしければシェアとかしていただくと、またいろいろちょっと動画アップしていきたいと思うんで、あんまり最近ね、YouTube、 実は僕 YouTube めちゃくちゃアップしてるんですけど、皆さんが見れない限定動画ばっかり
なんですよね。で限定動画だけでもう10時間ぐらいアップしてるのが、まあ、皆さん見れてない状態なんですけど、ちょっとそれはあのオンラインサロンとかの方で流してる動画なんで、普通の一般動画っていうのがあんまり最近アップできてなくて、ちょっと申し訳ないなと思ってるんですけど、まあ、これからまたちょっといろいろ頑張っていこうかなと思ってるんでお願いいたします。はい、こんな感じでちょっと何回も揉み込んでいきますね。でこれちょっとついたとこあるかもしれないんで、横とかもちょっとこういう風にやっていきながら、てかもうこうやってる間にも根も毛先ついちゃうんですけどね、ちょっとだけクリアの、カラーミューズつけとくことによってカバーできます。とにかく根元のところがやっぱり抜けづらいんで、根元のところを、ね、地肌からベタって塗った場合はあの根元のところが結構綺麗に入るんですけど、あんまりちょっと地肌から塗るのって僕あんま好きじゃないんで、あの皮膚剥がれるんですよね。で皮膚やけどするんで、それで結構その過去に病院に通った方もいらっしゃることもあるんで、まあ、僕自分でも体験したんですけど、なんであんまり地肌からやりたくないんですよ。で難しいところはやっぱこのカラー剤をどう配合するかなんですよね。通常のカラー剤でやると間違いなく若干やっぱり6トン7トンでリフトしちゃうんで、そこの黒いところが本当に変なオレンジになっちゃうんで、だんだん色がねこれ今入ってきてるの分かると思うんですけど、このような感じに、やっていきます。で OK だなと思ったら、毛先の方にコーミングしてですね、流していくんですけど、まあ毛先の方はね、シャンプー台の方で揉み込む感じで僕はやります。結構入りすぎちゃうんで OK だなと思ったらシャンプー台で揉み込みながら流すぐらいでもう毛先はいいかなと思います。2回やってればで結構これ染料濃いので実際、そのぐらいでいいかなと思ってます。はい、とにかく根元をしっかり染めるってことですね。ここでしつこいくらいになんで、これ手袋をねしないでできるっていうのはやっぱ結構いいですよ。時間をちょっと置いていきたいなと思います。ちょっと時間はこれラップしちゃうと ラップしたりとかしないでこの状態でちょっと見ていきたいなと思います。まあ手もねこのように拭いちゃえば全然大丈夫な状態なんで、結構染料はそんなにね、まあ、濃いんですけどそこまでは染まらないんで、ブリーチもう1回ぐらいすれば、まあ色的には、まあ、バイオレットちょっと薄めてかませばホワイトは簡単にできるんですけど、結構ちょっとやっぱ一番難しいのがオレンジみ残ってる状態で、透明感出すのが一番難しいと僕は思ってるんですけど、結構バイオレットを弱めにしてたんですけど、もし結構ね抜けやすい髪の方とかだったら、クリア剤に、例えば14の6とかフォレストンの14の6ってバイオレットなんですけど、ハイトーンのバイオレットをオキシ入れないで仕込んどくっていう方法もありますね。例えば、カラーミューズのクリアに、2剤入れないで1剤の14の6だけを3対1で3が、カラーミューズのクリアで1が、カラー剤なんですけど、それを、まあ、かなり粘度が硬いんで混ぜたら、すごいゲル化しちゃうんですけど、その状態でとりあえず、仕込んどいて、で根元の薬剤のオキシとかで反応してくるんで、まあ、そういう形もできます。はい、で結構もともと抜けやすい方なんかは14の6とかも入れといた方がいいと思います。14の6と10の91に14の6とか、10の95とかもあるかな。10の95はピンク系なんですけど、そういうピンクパールとか混ぜたりとかしても結構綺麗な色が出るんで、10の91だけは僕みたいなちょっと抜けづらい人用ですね。一般の人とかだったら10の91に、14の6とか混ぜて11ぐらいで混ぜといて、やった方が白っぽくなります。抜けやすい方はですね、もしくは10の、10の91と10の95とかコレストンの、まあそのピンク系も結構綺麗な色出るんでそういう感じに使ってもいいかなというふうに思います。はい、まあ今日はこの程度ですけどね。はい、時間ある方は2回3回で抜いていけばもっと綺麗な色が入るんで、やってみてください。